平さんの年代ってとてつもない人ですか。ないですよ、とてつもないというか、名球界で8人おんねん。余裕持っていくよりもっとこう、あ、直線的に、直線的に早く入っていくというかね、守備では金は取れんなと思ったもん。掛布雅之の同級、本日のゲストは藤田平さんです。よろしくお願いします。僕、平さんとこうやって改めて話してるのってのはもう久しぶりですよね。そうやな、うん、何十年ぶりです。そうですよね。で、今日はね、いろいろ平さんをですね、うん、丸裸にするような質問をいっぱいぶつけていきますので、よろしくお願いいたします。私の裸見たいんかな。平さんの野球の始めるきっかけになったことってのはどういう出会いですね、野球との。野球の出会いね、いや、もう小さい時に、まあ、近所って言ったら、まあ、裏の僕はあの和歌山港に住んどったから、あ、海の近くなんですか。そこに港湾関係の事務所があって、はいはい、うん、でその方たちの軟式野球チームがあったんや、はいはいはい、でいつも昼休みになったその広場でね、あ、野球やってるんですか。野球するの。で俺は帰って小学校から帰ってきてもそこから見てるわけよ。あ、野球を、うん、それから野球に取り入った。そうですか、うん、それで平さんは最初から、うん、右投げ左ですか、うん、僕の記憶では変えられたということないんですか。ないね。で、親父に聞いたらね、右で打ってたこともあるでと言うんやけども、僕の記憶ではもう左だと。これも僕も一緒なんです。僕も変えられた記憶ないんですけど、うん、今平さんが言ったようにうちの親父に聞くと変えたって言うんですよ、うん、で僕も変えられた記憶はないんです、うん、でも平さんの時代に右投げ左打ちってのは珍しかったでしょ。珍しかったね。それでね、親父が野球をやってる人に聞いたらしい、ええ、右に変えた方がええかとかね。ああ、なるほどなるほど。あの、その人は左の方が有利やと。あ、野球はね、自由に近いし、近いから、それでそのまま通したっていうことだよね、うん。え、それで、あの、プロに入る云々っていうようなことを意識しだしたのは、やっぱり高校入ってからですか。いや、高校時点もね、そんな考えてなかったね。あ、プロですか。うん、やっぱり大学とかノンプロとか、まあ、将来的に、ね、野球できたらいいなということを考えてたね、うん、じゃあ平さんの気持ちの中で高校の3年間の野球が終わった時に、うん、大学は社会人の選択という気持ちだったわけですか。まあ、3年の時に、まあ、ドラフトという第1回だった、あの完全ウェーバーのあれですよね。そう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 、平さんから始まってるんですよ ね、 始まったんですね。堀内さんだとか、そう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 、鈴木啓司とかね。はははは、うん、そういう意味では、まあ、3年の時そういう会議っていうかドラフト会議があって、まあ、阪神に指名されたということでね、で阪神とまあ交渉して入ることになったんですけど、ね、うん、平さんはじゃあ鈴木さんだとか、うん、そういう方で高校の時に対戦してるんだ。やったやった、すごいピッチャーだったんですか。あれはすごいピッチャーで、もう鈴木啓司なんてもう1番からずっと2周ぐらい三振え、そんなすごかったんですか。2周ぐらい三振、もう3周目になってやっとね、もう1人がたまたま打ってね、バットに当たるような三塁打打った1本だけ。ヒット1本ですか。甲子園の近畿大会で。あ、そうですか。かすりもしないんで僕らは。あ、そんなすごい。江夏さんも、うん、鈴木さんはすごいってやっぱり見たもんね。僕は3年の時江夏を見たことあるん。あ、2年生ですね、江夏さんは2年でね。で僕は3年でもう夏の大会終わって、はい、で2年生で試合をね、うちのチームと試合するんだって僕は審判しとったんですよ。で江夏さんが投げてたんですか。そうそう、すごいピッチャーおるなと思ってね。あ、そうですか。このピッチャーはあんまり高校生かっていう感じのね。あ、そんなすごかったんだ。もうこの体もそうやけど風体もねもうそれは高校から変わってないんですね。変わってないな。あれはもうすごかった。俺、もう5、6年落第しとんからね、感じてすごかったよ、あの時。あ、そうですか。それももうみんなかすらずや。あ、かすらず、うん、もちフォアボールとか、まあ、稲田もその時はまだちょっとコントロール悪かってフォアボール出たりしたらまっすぐしか投げられないわけですね、うん、でフォアボール出たらもう牽制さっとアウトされるんだよな。ああ、なるほど。あ、そうですか、うん、あ、そうなんだ。そうそう、それはもうこの2人はね別格ですか。関西では別格やね。あ、そうなんだ、うんうん、平松さんとも対戦してるんですか。してるよ。決勝まで、決勝で対戦した。すごい。春の大会。あ、春の大会で、うんうん、すごかったんでしょう。このね、僕はね、鈴木と江夏比べたらちょっと違うと思う。右でしょ。あ、右だから、うん、ああ、
で素直なピッチャーやってます、まっすぐでも、あの平松さんの方が、うん、素直やってます、うん、あの本格的でプロが入ってからちょっとサイドになったんだけども、ちょっと多いでしょ、だからここでシュートなんか投げてないんです、真っ向から投げとった、あ上ですか、もっとそうそうそう、うん、真っ向から投げとったからそんなにね素直なボール来とったんですよ、でまあ、そういう意味では良かったんじゃないかと思うんだけども、うん、プロが入ってこうサイドに変えてシュートシュートシュートになった、シュートを覚えて、そうってことは平良さんの年代ってとてつもない人たちがないですよ、とてつもないというか迷宮界で8人おんねん、あ同級生が、うん、8人、うん、迷宮界、うん、ピッチャーバッター入れ含めて、うん、福本おるでしょ、あ福本さんそうだ、門田おるでしょ、あ門田矢沢がおるでしょ、あ矢沢さん若松さんおるでしょ、あ若松堀内さんおるでしょ、あ堀内さんで鈴木啓司やで、江夏さんもそうですもんね、江夏は一つ下なんだけど、あ一つ下なんか、うんうん、そこそこそこ、うん、で鈴木さんがいて、うん、堀内寄って、あそうですね、うんうん、すごいすごい、じゃあその方たちはみんなドラフトで勝ってわけですね、みんな全員一緒に入ったわけないんで、まあ、ノンプロ行った人もいる、そうですね、平松さんなんかそうですもんね、平松さんもそうやし後から入ってきたよね、はいはいはい、うん、だそういう意味では僕と堀内かな、あ堀内さんだ、うん、で堀内さんっていうのはやっぱりすごかったんでしょ、うん、あのカーブはすごかったね、いや僕もあの晩年ですけども堀内さんの、うん、そのカーブと、うん、新浦さんのカーブが、うん、僕はプロに入って、うん、こんなすごいカーブ投げるの消えました一瞬、うんうん、やっぱそれぐらいやっぱり平さんもそう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 、一回上上がるからな、上がりますもんね、うん、顎が上がりますもんね、ってで山本さんで4番打ってたね、あ山さんはい尻餅ついたやん、こうカーブ来たから、ああストライク後楽園でね、あそうですか、で来たから初めてやから、うん、ここ来てね、ここ来たと思ったから山本さんこう当たってるでしょ、はいはいはい、一回ね、だからここ来たからボテッと倒れたやん、曲がってストライクあの山内さんが、あそうですかそれで平さんは迷うことなくそのドラフトにかかって、うん、もうプロに行こうという、そうやね、僕は明治大学にセレクションも行ったんよね、あそうなんですか、うんうん、さ僕らあの同級生3人でね、それで、まあ、監督とか相談した時に、プロは通算やろと、お金かけてるから、あなるほどなるほど、大学行ったら上から潰されるそうそういじめられたりすることがあるから、うん、潰れてしまうケースもあるから、はい、プロへ行けと、3年2、3年辛抱しろと、プロで、うん、そしたらなんとかなるやろうと、はい、いう感覚だった。それでプロに入った時に、うん、あの当時のまだ阪神の内野陣は吉田さんまだ現役ですか、吉田さん、まあ、三宅さんはちょっと怪我して、あ名誉が、うん、で鎌田さんね、鎌田さんで元屋敷さんとか、あ元屋敷さんすごい名前が出てくる、五郎さんとか藤本さんとか、はいはい、で浅井さんがサードで、浅井さんってもらいましたね、やってましたね、うん、その入られて、うん、いや守る吉田さんのプレーなんてじゃあ目の前で見てるわけですか、うん、見たすごいわいや平さんでもびっくりしたびっくりしたね、うん、それはもう取ってから早いしもうなんていうかな小柄だしね、すごい敏捷に見えるよね、わかります、うん、じゃあ平さんが、うん、そのショートとして、うん、吉田さんと勝負をしなければいけない立場になっていくわけですか、うんうん、っていうか僕はねその当時はサードとショート今後に両方やってたんですか、試合にやったことあるんですね、あ、うん、それでそのシーズンオフに、まあ、そういう選択せないかんから、はい、鎌さんと吉田さんと僕と3人でどうするかということで監督がこう練習させた、僕もセカンドもやったからね、でキャンプでセカンドもやってるんですか、キャンプの時に、でそれで、あ藤田がショート行けるなってなった時吉田さんがセカンドに回ったわけ、あ平さんの動きを見て、うん、で吉田さんがセカンドに回ったことで鎌さんが弾き出されるわけですね、そう出したんで、まあ、10年目のボーナスもあったんですよ、鎌、はいはい、さんと並木さんが、あ並木さんね、うん、でこの2人が出たんですよ、なるほど、うん、あそうなんですか、うんうん、じゃああんまり鎌田さんは平さんのことよく思ってないんですかねそんなことないですか、そんなことないかなどうかな俺はと聞いてみてって、うん、おらんで上におるけどな、うん、じゃあ平さんはショートとして、うん、レギュラーの野球が2年目3年目ぐらい始まるんですか、2年目から2年目も全試合と出てやりました、
ショートの当時のその運動量っていうのは、まあ今もそうですけど、二十歳ですよね、ですから。二十歳になる時はね。一年間やっぱ持ちました。持ちましたね。あ、そうですか。というか、我々の時ね、やっぱり高校の時はしんどかったよな。しんどかったです。今もやらされました。高校だプロの今の子プロがしんどいとか言ってるじゃない。僕は高校の時はしんどかったです。だから僕も高校の時はしんどいから。プロの野球が緩いなと思ってませんけど、高校のがきつかったなってのはあります。僕らももう完全に高校のがきつかった。時間も長いし、ね、長いし、そうです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 。ね、夏休みになったら朝から晩までやるでしょ。そうです。だそういうこともだね。今の子はなんか今のがプロの方が気づいていますよね、うん、だから僕も初めてその高校出て阪神に入って、まあ、自主トレからいろいろやらせていただきましたけども、うん、ついてはいけましたからね、普通に。いやいや、ついていくあんたら走り回っとったよ、ね、走り回ってましたね。あんたと佐野一番佐野さんとぴょんぴょんやってましたよね。俺は2週ぐらい抜かれたって。そう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 それなりにあんたらスタミナがあったよ、ね、そうだそうなんですよ。だから僕も高校の方がしんどいなと思ったことはあります。うん、もうその目が通りはそうやと思う。で、平さんの、ああいう守る形っていうのはすごい柔らかいじゃないですか。あれってのは、あれ吉田さんとかのいろんな当時の阪神の先輩の影響ってのはやっぱあるんですか。あるというか、高校の時にね、割とそういうっていうか、ノンプロの人とか、大学の人とか、みんな教えに来てくれたんだ。あ、高校に。はい。僕は明治行くか分からんから言うから、あの巨人の高田さんとか住友平さんで阪急の、はい、住友さん、その当時の高橋さんというエースが3人夏休み来てくれた、あ、和歌山に、うん、で1ヶ月ずっと続いて教えてくれた。あ、その影響がすごく大きいんですか。大きいし、でその後のノンプロの人もショートでね、今もう赤十字ハウスにノンプロはなくなったんだけど、そこで優勝した時のショートで和歌山藤本さんという方がおって、このスイッチヒッターでもプロ入ってもええぐらいの人だったらしいんですけども、その人もすごかったで教えてもらった。だから、あ、そうですか。徹底的に仕掛かれた。あ、高校の時に、はい、ある程度平さんのあの守る形っていうのは高校の時にもう出来上がってる部分ってあるんですか。うん、出来上がってたし、そのプラス吉田さんとか三宅さんとか鎌さんのすごい人ですね、スタイルを見てね、昔はもう盗むというかね、教えてもらえる時代じゃないんですよね。だからそういうの見て、目で見て、自分でこうアレンジして、盗んでアレンジ、あ、これできるかなとか、自分に合うかなとかいう考えでやってたよね。これ平さんはパーンって話すじゃないですか、うん、あれは打ったバッターの足だとか、うん、いろいろ計算されてポーンって投げちゃうんですか。あ、そんなでいざという時はすごい強いボール投げますけど、うん、あの時ね、それもね、面白い話があってね、中日の桂木さんって知らんかな。あ、桂木知ってます、名前よく知ってます。あの人がね、僕はショートで肩強かったからね、取ったらもうすぐ放っとったよ、もう 2,3 ゲーム前にアウトになったよ。桂木さん守る時来てな、お前な、俺らも一生懸命走っとんや、そんな早くアウトするなと俺らのこと考えて手前でアウトになるぐらい放ってくれと。ああ、それでな、あ、それでフワーッと投げ出したんですか。そうだったんや。あれ、僕らね、全部のね、足の速さとか分かって、まあ、ほぼ分かってるわけですよね、平田の感覚の中で。で、絶対の緩いボールでアウトにするの、これでいざって時はとんでもないボール投げますよね、平田さん。片足良かったからね。強かったんですよ。あんた強かったしな。それと平さんは僕すごく覚えてるのは、三遊間のボールに対して比較的回り込むんじゃなくて、逆シングルで勝負するのすごく多かったですよね。これはもう投げることを考えた時に逆シングルいった方がいいという考え方ですか。だから余裕持っていくよりもっとこう、あ、直線的に早く入っていくというかね。これはね、回り込むんじゃなくて、吉田さんに教えてもらったのかね、もっとこう入れ、ああ、直線的に行けと、攻めろと。ああ、よく、あ、僕らもう口がもう耳がタコ的には言われる。ボール攻めろ、攻めろ、攻めなさい、攻めなさい。今日はここで取ったらな、明日ここで取れと。ここで取る、一緒でしょ。はい、一緒です。だから今日はここや、明日ここやとか言って、どん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 前をね、はあ、飛んで挑戦していけって言われたことあるんだよね。はいはい、そういう練習我々はしとったよね。あ、だからこういうんじゃなくこういくわけですね。そう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 。だから今のその野球っていうのは、
三遊間で大体人工芝もありますけど、皆さん逆シングルが増えてるじゃないですか。うん、だから平さんあの当時から、うん、僕逆シングルってだから。それすごく僕勉強だと、僕も逆シングルってのをよくすごく、うん、平さんの守る姿を見て僕逆シングル勝負できるような選手にならなきゃいけないと思ったんですよ、うん、逆シングルもね、吉田さんとかこう逆シングル取る練習とかやらされたんや。あ、そうですか、うん、だからそういう意味では今の子見とるとそういう基本的な、もう基本の基本の的な練習やってないよな。やってません、うん、本当の0から1になるような野球ですよね。それをやってからの勝負やから。そうですね、うんうん、だからあのこの間鳥谷のもちょっとこの YouTube で話したんですけど、うん、鳥谷はやっぱその逆シングルってのをすごい意識したっていうんですよ、うん、ただそれやるにしても0から1になる基本をちゃんとやってからじゃないとダメだってのは鳥谷も言ってました。結局そこが一番大切な部分なんですよね。なんかこうおろそかにしてるプロ野球は今ね、今ちょっとそれありますよね、うん、やっぱり人工芝っていうこともあるし、もう打つことに重点を、我々の時は守備をやってからバッティングやったと思うね。まあ、まずそうでしたね、うん、だから今の子は打ってから守備、守備です、順番が違いますね、うんうんうん、だからそれはね、もう僕ら思うのは球団とかそういう考えがそこだよ。ああ、打って勝つと、うん、まず野球は打たなきゃダメなんですね。う、うん、僕もだから契約の時もそういうことでも球団といろいろ話し合いしたことあるよ、はい、守備では金は取れんなと思ったもん。あ、球団との話し合いの中で、うん、あ、当時から打ってから。あ、そうですか、うん、だからそういう意味ではね、今の子の方が大手ると思うよ。打ったら入ってくる。入りますからね、うん、あ、まず打つということですね。だからああいうエラーが多くなってきてる。まあ、エラーしても打てば評価上がるんですよね。そうそうそう。平さん年間エラーって10個ぐらいですか？ 10 個前後ですか？前後やね。ショートで10個前後は普通ね、うんうんうん、僕も大体サードだと1桁の時ありますもん。そうそうそう、だから我々の時はね、人工芝がなかったよね。ないですよ。ほとんど土じゃないもん。そう、土です。そう、今は甲子園との広島ぐらいのもんでしょ。そうです、そうです。だからある意味人工芝の方が 楽ですよね。あの時後半あるとね、年取ってきてから人工芝行って、これ楽やなと思ったもん、こんなんやったら打てるでという感じだった。そうか、守備に対する負担が。そうそうそう、全然違いますね、うん、まあ、それとフォア数いた時とな。もう一度ね、彼と一緒にやりたいという感覚でやりだした。球団も話し合いに入ってこないんだもん。彼はあれやっとったらね、もっと早くホームランを取ってるよね。取ってますよね、うん。